名古屋市交通局1800系電車名古屋市交通局1800系電車はかつて名古屋市交通局が保有していた路面電車車両で戦後の名古屋市電を代表する和製 PCC カーのうち最初に登場した形式である戦後の名古屋市電は他の大都市の路面電車同様戦災による被害と補修部品不足から発生する故障の復旧を行いながら 戦後の混乱期を、仙台市電100系の注文流れを購入した1070型や、戦時中化交代化改造を進めていた1150型を投入することによって押し寄せる乗客を裁きつつ、輸送力の確保に努めていた。戦後の混乱が一段落した1949年以降は1400型を、路面電車標準規格型車体に、等はめた1500型を、 翌1950年にかけて45両を増備し、続いて1500系の車体長を少し短くしてに、扉とした1600型を1951年9月までに76両、増備して、輸送力の確保と旧型ボギー車及び、木造単車の置き換え実施した。合わせて、1949年の清水口、延長線清水口黒川間の延伸を川切りに、 路線延長が再開され、無機上電車線を電車化した、循環島線、循環北線や、繊細復旧路線の東臨港線など、名古屋市内の外縁部に路線が拡大していった。同時に、1950年代に入ると、アメリカの PCC カーの情報が詳しく入るなど、路面電車においても、技術革新の波が押し寄せてきた。当時の六大都市、東京、大阪、 名古屋、横浜、京都、神戸の交通局においても、新時代の路面電車車両に向けた研究が行われ、1951年には、横浜市電1500型が釣りがかり駆動ながらも、関節制御や男性車輪、新型台車を装備して登場し、1953年には、大阪市電3000型が、PCC カーの試作車として登場。 翌1954年には大阪市電2201型が横浜市電1500系同様の性能を持つ間接制御車として登場した。名古屋市電においても新線開業に伴う需要増加と老朽化していた単車の置き換えが必要とされていたことから新車を投入することになり、合わせてこれらの技術革新の動きを取り入れて1800型は 名古屋市電発の無音電車として登場した。1953年8月から1954年10月にかけて総数25両が日本車両製造と愛知富士産業輸送機工業で製造された。製造時期によって局内通称 A 社、B 社の2タイプに分かれていた。 このうち1815号は登場直後の1954年7月に1900系1901号に改版され、性能上も1900型と大差ないことから、1900系の項で紹介する。1800型はすぐに1901号に改版された1815号を、除く前車が池下車庫に配置され、東西のメインルートである、栄町線、広小路線、 角闘山線、東山公園線を走る1号系統、名古屋駅前、笹島町栄町、1966年以降、栄に改省今池角闘山、東山公園星ヶ丘、東山公園星ヶ丘間は1959年、開業屋2号系統、稲葉地町、中村公園、笹島町栄町今池角闘山、東山公園、 中村線中村公園稲地長官は1955年から1956年にかけて開業を中心に運用された。1958年12月の池下車庫廃止による稲地車庫への移転に際しては全車稲地車庫に移動して引き続き栄町線を中心に運行された。市内中心部ではよく見ることができる車両ではあったが、 配属車庫の関係でた路線を走る機会はあまりなかった。しかし、毎年秋の名古屋市小学校連合運動会の際には、普段入線することのない循環当線を通って、水穂運動場引っ込め線まで小学生を乗せて走ったことがあった。晩年の路線廃止が進行した時期には、上新車庫担当の11系統が、栄町線、笹島町栄間廃止後に、 今町車庫担当に変更になった際に、同系統に、路線は、上新町名古屋駅前、笹島町に短縮投入され、再び名古屋駅前に乗り入れた。デビュー当初の1800型は、同時期に登場した1815号、1901号、同様無音電車として大きく宣伝されたが、名古屋市電発の間接制御車であったことから、初期故障に悩まされて、 稼働率が低迷し、こちらも1901号同様シっているより車庫で休んでいる方が多いという情けないデビューとなった。しかし、この時初期故障で苦労したことによって、保守や運転のノウハウが確立、蓄積され、B 車以降続々と登場した1 9 0 0系、2000型といった和製、PCC カーの成功につながることに行った。また、 1800系の防音効果は釣りがかり駆動と、いえども高いものがあり、1800型と同一の車体で、直接制御に従来型の台車を履いたダウングレード版の1550型が、上新車庫に配属されて、栄え挑戦で100型と、相見えることになった際には、一目瞭然となり、1550型は子供たちから、インチキムオン、電車というあだ名を授けられてしまうほどであった。 この他にも B 社のくるくる回るドラムブレーキは1800型を印象づけるものであった。そして初期故障が一段落して1800型がフルに稼働できるようになると1800型は栄町線と東西に伸びる東山公園、中村線の主役として西は旧今場寺排水棟、後の中村図書館や中村公園の大鳥居を横切り、 名古屋駅前から始まるオフィス街の真ん中を駆け抜けて、おさめ橋を渡り、栄のテレビ塔を望んで、今池、池下へ、角大山からは上り坂を、東山公園、そして、ベッドタウンとして開発が始まったばかりの星ヶ丘へと、メインストリート一筋に走り続けた。その後、A 社のブレーキ力の強化を図るために、道輪に、 B 社と同じドラムブレーキを取り付ける改造を行い、1969年には B 社のワンマン改造を実施した。その際、前面ナンバー部分にワンマンカー表示灯を設置したため、ナンバーの文字を小型化した上で、系統板の下に移設している。この他にも A 社の全面中央窓を B 社と同じ落とし込みの窓に改造したものも現れた。名古屋市電廃止の過程では、 1970年10月2 8 1 4が 1800K 発の廃車となり、続いて1971年2月の栄町線、笹島町栄間の廃止によって、2マンカーで残った1801から1813の A 車全車が廃車された。残った B 車も1972年3月の稲葉町、笹島町、上新町、 笹島長官廃止に伴う上進、稲葉知社公廃止によって全車が廃車となった。廃車後、交通局において保存された車両はないが、1814号が豊田市交通公園に保存されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。